ジョセフ・オーベールの描いた結婚の準備共和国の結婚とはフランス革命期の恐怖時代に何とで行われたとされる死刑の方法である。それに巻き込まれた者は裸にされ男と女で縛られ溺死させられる。この刑は1793年11月から1794年1月の間にジャコバン派で派遣議員のジャンバティスト・カリエの命により執行された。 伝えられている犠牲者は、ロワール川で溺れ死んだとする文献が、ほとんどの中、わずかに別の処刑方法の記録も残っている。それによれば、拘束された男女は歴史させられる前に、あるいはその代わりに、剣で一月にされた。なんとにおいて、男と女を問わずあるいは子供さえ歴史によって、処刑されたということ自体は、ほとんどの場合その真偽が、問題になることはない。 しかし特にこの共和国の結婚の事実性については複数の歴史家によって伝説に過ぎないという疑いの目を向けられている。こうした結婚の記録は1794年のものが最も古くカリエが裁判にかけられている時のものですぐに同時代の反革命派であったルイ・マリー・プリュドムやルイ・ガブリエル・アンブロワーズ・ド・ボナールのような著述家に引用されている。 ジャンバティスト・カリエは、この処刑方法の考案者としてよく名前が挙がる。この処刑方法を考え出したのは、フランス革命時代のジャンバティスト・カリエだとされている。彼は、反乱軍の鎮圧と革命委員会の設置を目的として、なんとに派遣されていた。ある歴史家は、結婚の観光についてこう述べている。刑の詳細についてはごくあっさりとしていても、 大抵このような調子で記述が続くのは一貫している。ある作家は、共和国の結婚とは、背中合わせて互いに縛られた男女が、裸に向かれて半時間ほどさらされた後、警察犬のごときール側という名の、国家のバスタブに放り込まれるというものだと述べている。イギリスの求心的ジロンド等神派であった、ヘレン・マリア・ウィリアムズは、1793年から94年の、 フランス政治をびをする中でこう書いている。純真な若い乙女が怪物たちの眼前で衣服を解かれるのだが、この残虐の極みのような行いにさらなる恐怖を抱かせることには、女たちは若い男と結び合わされ、共にサーベルで切り伏せられるか、川に投げ込まれるのだ。こういった類の殺人行為が共和国の結婚と呼ばれていた文学者のスティーブン・ブラックマーによれば、 ウィリアムズはこの慣習をテロリストのミソジニーと見ているように見受けられるところがある。ウィリアムズの記述に現れる女性は純真であり反逆者を手助けしたことが無実であるばかりでなく若い処女であったと考えていることを伺わせるのである。ウィリアムズの文章において男性たるジャコバン派の処刑人はむやみに成功の姿勢を強いられた反革命派の男女が醜悪な 結婚をした途端に死に至る様を公然と覗き見るサディストである。つまり、もしウィリアムズにとっての旧体制が女性の美を力でもって抑えつけるものであるとするならば、恐怖政治とは美というものの下劣な死に様だということになる。何とでの処刑を描いたジャン・ディプレ・シベルトの絵こうした死刑が行われ、さらにはそれがカリへの命によるものであるという主張が初めて現れたのは、 1794年の革命裁判所によって、何との革命委員会のメンバーが審判を受けている時のことである。シャルル・ジルベール・ロームの記録や複数の書簡、証言などにそうした意見を見ることができる。しかし、わずかな数の証人こそ、共和国の結婚について聞いたことがあると主張しているが、実際に目撃したという人間はいなかった。酔っ払ったボート漕ぎの、 都市の結婚という言葉を引用しているものがあるが、それも男女が一組で処刑されたと示すものではない。副検事と弁護人の両方が述べている通り、こうした行いを告発するには証拠不十分であり、陪審長によって基礎上から削除されている。それ以外の事実からでも、カリエとその近しい仲間たちに死刑を宣告するには十分すぎるほどだったのである。それにもかかわらず、 共和国の結婚の記録は有名になり、後に恐怖時代について表そうとする多くの作家たちによって凝った仕方で引用されるようになった。例えばその記述には、二人の犠牲者は神父と修道女であったという説が加わるのである。その後この言葉には、実際の世俗的な結婚に当てはめ、共和国の結婚としてあざける用法が現れた。 自分の子供たちが教会での結婚の代わりに、共和国の結婚を計画していることを知っておののいた、両親の逸話があり、ある出典にはこうある。ありがとうございます。